鹿児島県立図書館鹿児島市内における位置、鹿児島県立図書館は、鹿児島県鹿児島市白山町にある県立の公共図書館である。1902年に鹿児島県私立教育会附属図書館として設置された図書館を前身としており、1912年に鹿児島県に移管された。鶴丸城内にあり、近隣には西郷隆盛像。 鹿児島県立博物館、鹿児島市立美術館、鹿児島県歴史資料センター黎明館、鹿児島近代文学館、鹿児島メルヘン館などがあり、鹿児島文化ゾーンを形成している。広報誌である、ケンズナー。お毎月発行している。また、親子読書研究誌、サザナミも発行している。1958年から2009年に、 鹿児島県立奄美図書館として設置されるまで、奄美大島の奄美市に奄美文館を設置していた。自動書コーナーを別室としたもので、親しみやすく内装されており、また幼児用の遊び場も設置されている。蔵書検索システムでは、本質の書籍のみを対象に検索することもできる。図書館3階に位置し、中学生以上の生徒、学生、 県民の学習する場となっており、366席ある。一般閲覧室へ続く、正面玄関ではなく、建物西側にある専用の入り口から入る。休館日や、開館時間は、一般閲覧室に準ずるが、一般閲覧室が閉館となる特別研修日や、特別整理期間、年末年始の一部は、開館時間に制限があるものの、利用することができる。 1927年頃の県立図書館、ありがとうございます。